はい、本日は体と心を整える沖縄と千葉で指圧マンという指圧やカウンセリングのサロンを展開されると同時に、古武術や気功の講座でも活躍されていらっしゃいます、徳さんのお話をお伺いしたいと思います。徳さん、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。徳さんですね、様々なご活躍されていらっしゃるんですけども、徳さんの夢やビジョンをぜひお伺いしたいです。まあ、ちょっと対人的な話ではない部分で言うと、まあ、ところから仙人みたいになんか不思議なことができるようになりたかったんで、まあ、なんかこう、なんかね、生きてる中で、まあ、実現できるようになったらいいなっていう感じですね。なんか、でも心としても。で、まあ、あとは、そんな中で、なんかそういった僕の、そういったの、なんか、ね、やってることを通して、なんか皆さん、こう、同じように心と体を整えて、なんかそういう面白いことを一緒にできたらいいなっていう、まあ、そんな感じ。すごい、最初からインパクトがすごいんですけども、仙人みたいな不思議なことができるっていうのを生きてる中で実現したいっていうのは、例えば、なんかどういうことができるみたいな感じなんですか？まあ、もともとそれで、まあ、昔、ちっちゃい頃から、まあ、心理探求だったりとか、古武術とか、武術とか、そういうのが格闘技好きで、それで、まあ、やっぱりそういう、なんか、不思議な、なんかすごい、簡単に大男を投げちゃう人とかいるじゃないですか。なんか、そういう、これ面白いっていう感じで、こんなんできるようになりたいみたいな。単純にそんなところから すごい。そういうなんかこう、簡単になんかできちゃうみたいな、そういう不思議なパワーというか、そういうものを。できるようになりたい。それをやりな、まあ、それができるようになりながら、その心と体を整えて、いろんな人と、なんか一緒、面白いことができたらいいな、みたいな感じなんですか？あ、一緒に楽しみたいっていうところあります。なんか、遊びたいというか、なんか、僕も稽古してるときがやっぱり遊びみたいなもんなんで、なんかすごい楽しいんですよね。で、そういうことたくさんあるし、をなんか共有できたらまあ楽しいですよね。なんかでもいいですね。なんかもう心理探求して、なんかもう、そあとは楽しむだけみたいな。人生はみんなで楽しむみたいな。んな感じ。なんか理想的だなって思います。めっちゃ楽しそうですね。楽しいです。ありがとうございます。なんかこんな関係性だったりとか、こういう世界が広がっていったら、なんかもう、世界は幸せだな、みたいな。楽しいです。楽しいですよね。私もこれ理想です。みんなで楽しみ合うみたいな。あ、いいですよ。ありがとうございます。ではですね、ちょっと、これ結構現実的な話になるかもなんですけども、このようなその夢やビジョンを具現化していくのには、まあ、なんか目標や計画だったりとか、まあ、ステップみたいなものがあったらぜひ教えてください。なかなか難しいですけど、まあ、日々、まあ、僕は、まあ、武術の師匠さんに、まあ、稽古つけてもらったりとか、あとは、まあ、心の師匠さんがいて、なんかそういう人に、まあ、いろいろ、なんか、聞いたりとか、なんかそういう中で、まあ、自分自身を、こう、まあ、ただ、高めていくんですけど、まあ、その中で、まあ、やっぱり、こう、サロンに来る人、例えば、指圧で体整えたいっていう人とか、あと、やっぱり、中には、心が原因で体が病んでる人もいれば、体から心っていう人もいたりとかして、で、そういう人を、まあ、そういうなんか話しながら、なんか治療してって、で、そんな中で、なんか、そういった心のこととか体のこととかをなんかちょっと説明して、なんかいろいろ理解してもらって、深めてってくれるようなことをなんか一応サロンでやってて。とは、まあ、古武術も今、去年から独立できる資格を取ってるんで、まあ、それまあ、そこで、まあ、不思議なことをお伝えしながら、心と体の、まあ、関係性のこととかいろいろ話したりとかっていうのをなんかやってるんで、まあ、それをちょっとずつこれからもうちょっとこうバージョンアップしていろいろ 皆さんにお伝えしたいなっていう感じでやってますね。めっちゃ面白そうですね。前古武術エクササイズ講座みたいなので、まあ、お父さん向けというか、まあ、初心者、体とか鍛えることがなかなか自分でできないとか、なんか体力がない人向けのに、なんかちょっとそういった
から古武術的な要素を含んだエクササイズとか教えてたんですよ。結構もうちょっとその心と体ってすごくリンクしてて、ちょっとこう、心の状態が悪くなると体がやっぱり歪んだりとか、力が出なくなったりするんですね。それをなんかお伝えしてたんで、それをもうちょっとこれからブラッシュアップして、なんかもうちょっと裾野を広げていきたいなって感じですね。これは、治療というか、施術の指圧とかカウンセリングの方も、ただの、体をこう押して、自分が良くするとかっていうだけじゃなくて、やっぱ心と体のつながりを、しっかりと、しかも、理解も、説明もしてくれて、理解もできるって、で、それで、本当に体も心もどっちも元気になるっていう良さをすごく感じますし、古武術の方も、本当面白いですね。どっちも確かにリンクしてるなっていうことをすごく思います、私も。もうどっちも元気になれるって本当に最高だなと思いました。ありがとうございます。いやー、面白い。じゃあ、今現在、ちょっと次の質問になるんですけども、今現在の活動内容とか、まあ、今もちょっとお話しいただいたと思うんですけども、活動内容や、あと活動指針みたいなものがあったら教えてください。まあ、基本はまあ、サロンで、まあ、体の調子悪いとか、心の調子悪いっていう人に、まあ、施術したりとか、カウンセリングしたり、まあ、ヒーリングとかして、っていうのを活動して、あとはまあ、月に2回東京と千葉の方に、施術しに行ったりとか、カウンセリングで行くこともあるんですけど、それと一緒に、古武術の方の、一応支部活動をそっちでもしてるんで、そっちで、本科生募集して、活動しているって感じですよね。今後はちょっとそれにまた、古武術のなんかワークショップというか、なんかそういうエクササイズ的なことを盛り込んだ講座とかをちょっとやっていきたいなとは考えてます。今結構力を入れてらっしゃるのは、まあどちらも力入れてると思うんですけど、古武術の方もかなり展開をこれからしていこうと思ってらっしゃるんですか？そうですね。僕はそっちが好きで、そもそも体の治療とか心の治療に入っているので、確かに、子供の頃から武術とかお好きだって言われてましたもんね。ちなみにこの古武術のそのエクササイズだったりとか、その体と心のその両方、まあ、ブラッシュアップさせていくっていうことですけども、なんかやっぱり、どんなことをやられるんですか、実際に。まあ、基本、体って、体が歪むと、まあ、心も歪むんですよね。で、歪むんですね。で、生きてる間って、こう、地球上に重力下に立ってるから、重力負荷が、で、かかってるところに邪気が溜まったりとか、故障が出たりとか、なんかそういう悪いものが、まあ、出来上がったりとかする場ができるんですね。で、そういうのを、軸と丹田を整えていくと、自然とエネルギーがちゃんと流れるようになる。終点するようになるんですね。そうすると、まあ、何か特別なことをしなくても、ちゃんとこう健康になっていくし、まあ、基本体も整っていくのかな。心も整っていくのかなっていう。いや、すごい。これ、ある意味、例えば西洋医学だったら、その病気になったものを後からこう治療したりとか、例えば手術したりとかしますけども、本当になんかもうそもそもがその病気にならないというか、なんか全て循環していくみたいなイメージがあって、これやったらめちゃ健康ですね。治療で来る方、まあ、もう10年以上前に、やっぱり、腰痛できた方が治んなくて、普通こういう方ってこういう治療したら治るのに治んない、おかしいなと思って、次の週来た時にやっぱり治んないんですって言われて、で、いろいろお話聞いてた時に、うつ伏せでこう施術してたんですけど、背中触って、で、あ、わかったって、その人がなんかその悩みに気づいた瞬間があったんです。その時に、筋肉がふわっているんで、腰が痛くないって言い出したんですよ。聞いた時に、あ、心と体ってこんなにリンクしてるんだってすごい知って、そこから治療からカウンセリングを勉強するようにして、で、まあ、そんな中で、やっぱりまあ、心だけじゃない領域っていうのがあったりとかして、そのなんですかね、スピリチュアルな面とかもあって、で、そこも整えられるように、まあ、気功とかヒーリングとか勉強して、やってっていうのをやってて、で、最終的に、この人たちは治りたいって言ってるけど、治りたくないことを一生懸命やってるんだっていうか、なんか、その
で、その人なりに人生を一生懸命生きてるんですよ。それ、いい、悪いことも全部どちらも、まあ、ジャッジしてるのは人間の価値観ですけど、まあ、僕らってその人の人生を、まあ、その人はその人の人生を、なんですか、一生懸命、そうとしか生きれないように生きてるんですよね。それを知ったときに、あ、すごい、なんかこう、慈愛の念が湧いて、あ、すごい、なんだろう、なんか、愛おしいなって感じるようになったんですよ。なんか、悪人も善人も、どっちもなんかあんま関係なく、で、そういうのが理解した上で、この人たちは、体壊したくて、病気になりたくて生きてるっていうのが、もう、まざまざと分かった瞬間があったんですよ。その時に、これは、治療って、あんまり意味ないなって、その人が本当に治ろうと思わない限り、治んない。カウンセリングもそうだし、体の方もそうだし、腰痛があるんです、じゃあこういう体操してくださいとか、こういうものを食べてくださいとか、メンタルが病んでるんですって言ったら、こういう栄養を取るといいですよとか、こういうことをやってくださいって言っても、それができないんですよねって言うんですよ。じゃあ治るんですよねみたいな。そしたら、そもそもそれが治るような体にしたりとか、心にしたりっていうふうに、自分が自分で整えていくような方向に、皆さん行った方がいいのかなって思ったんですね。僕らが何か提供して、でもその人たちが受け取る気がなかったら、やっぱり成立しないじゃないですか。健康ってならないんで、だから、そこじゃない方向から、で、僕がすごい楽しくて好きなことからアプローチして、まあ、本当、体、ちょっとね、そんなに難しいことでもない、エクササイズ講座とかではそんなに難しいことではないんですけど、まあ、簡単なことで体が整って、気持ちも気分も良くなって、なんかちょっと前向きになって、その人がまたちょっと何かの気づきがあって、なんかそう、人生がね、好転していくとか、健康になる、いいじゃないですか。で、そんな中で僕も楽しいし、みんなも楽しんでくれたら、それが最後。いや、これすごい話ですね。いやー、なんかもう、一気にお話聞いて、もうなんて言っていいのかわからないぐらいの すごい、でもこの最初のその腰を痛かった方が、その悩みによって全部こう、治っていったっていうこともびっくりですし、そもそもが、その、治りたいと思ってないみたいな、そこの、そ月もびっくりです。そこから みんな人生、誰もが一生懸命生きているっていう慈愛の念に、愛に、愛おしさに転じたこともすごいことだなと思って、だから今のそのアプローチ方法で徳さんが行かれてらっしゃるんだなっていう、直そうじゃなくって、少しの気づき、一歩一歩本当に大事にされてらっしゃるんだなっていうことを、なんかすごい感動しました。心の師匠さんに、本当ちょうど昨日ちょっと個人セッションを受けてたんですけど、言われたことがすごい響いたんですけど、徳さんが救われるのは、徳さん以外の人がみんな救われた時ですよねって言ったんへえ。素晴らしいですね。なんか、徳さんはなんかそういう使命というか、そういうものを持たれて今、仕事されてらっしゃるんだなっていうことを思いました。いやこれ、次の質問にもし重なってたら、答えていただかなくても大丈夫なんですけども、今のですね、夢やビジョンを持つようになったきっかけや出会いで、一体、一番大きなきっかけや出会いって一体何があったんでしょうか？でももう、物心ついたときから、なんか、なんでしょうね、きっかけでですね、なんかもう、そういうのに憧れてたっていうのもあったし、なんで生きてんだろうみたいな疑問もあったりとか、なんか、そういう多感な少年だったので、なんか、自然とそういう道に行ったっていう感じですよね。すごい、なんで生きてるんだろうって、物心ついた時から思えてたのは、なんでだったんですか？わかんないですね。なんで生きてるの、何の意味があるのかなとかってずっと考えてる。いいじゃないですか、そもそもそんな、なんで生きてるのかって。わかんないのに生きてるっておかしいじゃないですか。わかんないんで。それはいつ頃からだったんですか？物心ついた時ですね。だから、多分僕、幼稚園入る前ぐらいから武術やりたいって言ってたんですよ、親に。だから、もう本当にわかんないですよね。で、そういう時になんかちっちゃい頃ってヒーローもののなんか特撮のとか、あと昔だと僕の頃だとブルース・リーとかジャッキー・チェンの映画とかあったりとか、
教小説とか仏教映画みたいなのがあるんですよね。で、そういうのが、まあ、僕にはちょっと響いたというか、それだけです。いやー、これはでもすごい。なんで生きてるんだろうっていうことと、ブルース・リーとかジャッキー・チェンの映画とかは、なんか関係してるんですか？例えばジャッキー・チェンとかになんか武術を教えるお師匠さんみたいなのがいて、で、僕とかよりも、そのお師匠さん、バカだな、こいつみたいな人がいて、でも、すごい、みたいな。すごいなんかいろんな真理を知ってるみたいな、なんかそういうのって仏教映画とかそういうところに結構あるんですよ。なんかこいつ仙人みたいだなみたいな。そういうの見て、なんかそっちの方に惹かれましたね。そっか、だからそういう人が真理探求してるような、もうそういうすごい仙人みたいな人を憧れてたからこそ、その徳さんも、なんで生きてるんだろうみたいな、そういう質問も生まれてたみたいな感もじ。しれないし、なんで生きてんだろうと思ってて、そういう人がいて、あ、この人ならその答え知ってそうだな、みなるほど。いやー、本当に面白いですね。その幼少期から、なんか悟りとか真理を追求されてる。もうまさに今のお仕事が天職というか、もうすごい楽しいんだろうなって思います。そこら辺どうなんですかね。そうですね。まあ、楽しいですよね。でもやっぱり武術とかに関わってる時が一番楽しいので、やっぱり今後はそっちの方を少しやっぱり広げていきたいですよね。楽しいことでみんなが楽しんでくれるっていうのが一番いいですし。そうか、確かに、なんかでも、やっぱり徳さんの、周りの方がさ、昨日セッションを受けられて、周りの方がみんな幸せになったらでしたっけ？そしたら、それが徳さんの幸せだみたいな。割れるみたいな。らしくわれるか。い や、武術のお師匠さんも言ってたんですけど、悟りの一別体験みたいなのをしたときに、その多幸感とかそういった中にいて、で気づきの意識がどうとかそういったことを話したときに、なんか悟りって何なんですかねって言ったときに、武術の方のお師匠さんは、全人類の同時放越だよ。まあ、要は放越っていう、一別体験のことを放越って言い方をお師匠さん、武術のお師匠さんはするんですけど、で僕はそれができないと思ったから諦めたんだよねとか言って だからまあみんな人類そういうふうになったらまあいいってことですね徳さんはもしかしたらそこを、目指してらっしゃるのかもしれないみたいな感じなんですかね。いやー、ありがとうございます。なんかもうこのインタビュー、もうたかがね、20分弱ですけども、それでもう私もすごく心が豊かになったというかですね、よかったです。もう本当に徳さんのような、ご活躍されてらっしゃる方がやっぱりいらっしゃるっていうことが、今の時代にとって本当に希望だなっていうふうに、やっぱり今って心も体も疲れてたりとか、病んでたりとか、もう元気が出ないっていう、なんか本当にそういう方たちたくさんいらっしゃると思いますし、だからこそ今こういう、本当に元気、そこの本質的な、なんか心だったりとか、本当になんか物を得ることで幸せになるとかじゃなくて、本当に心が元気になって、体が元気になってっていう、そこをすごく求められてる時代なのかなっていうふうにすごく思ってですね、もう徳さんのご活動に本当に私、すごく嬉しくなりました。ありがとうございます。じゃ、徳さん、最後にですね、視聴者の方によかったらメッセージをよろしくお願いします。僕がやってる活動で少しでもなんか、ね、皆さんの、ね、気づきになったりとか、まあ、健康になったりとか元気になったりとかそういうのがあったらいいなと思うので、まあ、なんか僕みたいにね、なんかそういう 変なこと考えてる人がね、変人がいたらなんかぜひ集まってもらって 一緒に楽しめたらいいなと思いますので、なんかそういった方は、まあ、メッセージとかね、お気軽にいただければと思います。はい。ありがとうございます。徳さんのですね、プロフィールだったりとか、SNS だったり、ホームページの、URL などは、掲載しておきますので、ぜひですね、ピンとこられた方がいらっしゃったら、徳さんにメッセージをよろしくお願いします。みんなで楽しんでいきたいなっていうふうに思いました。はい。じゃあ、徳さん、本日はですね、もう本当に貴重なお話をありがとうございました。ました。ありがとうございます。